吉村さん聞いたな。ツッコむやつは大丈夫だよ。言いやすいよ。何も言わんでも戻ってやね。何が？お戻りくださいなんか言わんでも。ありがとうございます。続きまして、柴田俊之君。一言と事業所の PR をよろしくお願いします。名前違ったよね。忘れた。奥さんの方から指摘があったね。去年違う違う。一昨年俺の時も俺書いたもん。反省文。ほんまに？小森です。お世話になります。はい、ませんお待たせいたします。交流委員会松本浩司でございます。最後までよろしくお願いいたします。それでは舞鶴小町の協力ご隊の皆様よろしくお願いいたします。それでは平成29年度舞鶴商工会議所青年部会長川上秀明より新年のご挨拶を申し上げます。皆様、新年明けましておめでとうございます。先日も、こちらのマーレさんの方でですね、女性会の新年祝賀会がありまして参加させていただきました。その際には本当にね、楽しい時間を過ごさせていただきまして、また、忘れられない思い出を作らせていただきましたこと本当にありがとうございました。初詣の方にですね、宮津の、元伊勢この神社の方に行ってまいりました。行った先でですね、宇治YG の、メンバーに偶然出会いまして、ちょっと挨拶することができたんですが、本当宮津という地で、舞鶴と、宇治のメンバーでが出会うという、川上氏に出会うというのは本当にね、 YG として、スケールメリットがある、会に所属しているからこそ、そういったところで、出会って、挨拶ができる、そして、YG らしい、経験ができる、そういった、YG の良さを本当新年から感じさせていただいたなというふうに思います。最後にはなりましたが、本日ですね、ご参会の皆様のご企業のますますの、発展と、そして、ご参会の皆様のご健勝ご多幸を、記念いたしまして、甚だ簡単ではございますが新年のご挨拶を変えさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。皆様ご準備はよろしいでしょうか。掛け声はよいしょよいしょよいしょと参りたいと思います。それでは参ります。よいしょよいしょよいしょ。ありがとうございました。皆さんこんばんは。本当青年部の皆さん、ご無沙汰しております。OB 会会長の加賀でございます。今年の4月から、去年の4月から、OB 会の会長させていただいております。舞鶴商工会議所青年部のますますの発展と、本日ご参集の皆様のご健勝を祝しまして、記念いたしまして乾杯を発声させていただきます。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。
それでは、清水佳代子君から一言と事業所の PR をよろしくお願いします。富士通り6畳の角でバーというかスナックというかはい、バーみたいなスナックをしております。ジーチというお店です。をしています、泉佳代子です。今喋ってくださいっていう風に言われて、急に言われたらでも何を喋ればいいのかドキドキしてるんですけれども、この会に参加させていただいて本当に嬉しく思ってます。頑張りますので皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして柴田俊之君、一言と事業所の PR をよろしくお願いします。はじめまして、大滝工務店、柴田英俊と申します。よろしくお願いいたします。事業所の方ですけども、建築一式工事と、小さな、住宅から大きな、ビル、リフォームから、全て、受け負っております。困ったことがあればいつでも柴田を呼んでください。社長ではなく僕の方を呼んでください。一生懸命、やらせていただきます。頑張って地域に貢献できるよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして柳川聡君、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。柳川と申します。先ほど、会場の方からOB じゃないですか。ちょっと今の戦闘負け込んでるなと思います。会社の秋田生命でして、前の商工会議所の方の調査生の、こちらこそ大変お世話になっております。で、私が前部の方で営業所にもさせてもらっているわけなんですけども、私の部下が何人かおりまして、各会員さんのところに、定義訪問させてもらっていると思います。またキャンペーンの際は、お手柔らかに、お願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、前部の宣伝部さんにこうさせていただくきっかけは、所さんのご紹介で、最初私はですね、実は宮津の人間でして、宮津の商工会議所の、青年部に入れないものから最初から言ったことがあったら、それに当たる。そうしますと、宮津の青年部の方が5歳までだということで、私46歳なので入れないと言われましたけど、ただ前鶴の商工会青年部が49歳までだというふうに言っていただいたおかげで、無事私入らせていただきました。どうも、今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました。それでは柴田君に次年度に向けての意気込みをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。皆さん失礼いたします。平成30年度会長予定者でございます、柴田勝則と申します。皆さんよろしくお願いいたします。この平成30年度ですね、大きな決意を持って、歩み進みたいと思っております。その中でですね、平成30年度はスローガンの、日々これ新た共に歩み進めよう、感謝の心で働きをとさせていただきました。この日々これ新たという言葉の出会いはですね、数年前にですね、松下幸之助氏の、まあ、経営の神様と呼ばれる、松下幸之助氏の本を読んだ時にこの言葉と出会いまして、その時にですね、日々これ新た、すなわち日々これ口実ということで、これどういう言葉なのかなと、見ていきますと、まあ、日々をですね、新しく毎日が門出であり、どんなに辛いことがあっても前を向いて歩んでいくという言葉でございました。でこの言葉に、私自身もすごく、背中を押してもらいまして、さらにですね、この言葉を、もっと深く、調べていきますと、禅の、言葉でございました。でこの禅の言葉から、紐解いていきますと、この日々これ新た、すなわち日々これ口実ということはですね、ものすごく強く、力強い言葉で、また、決意、覚悟を決めた、よしやるぞという言葉でございました。この日々これ口実の口っていう字は、この月っていう字なんですけども、まあ、これがよしと捉えまして、どんなに辛く悲しいことがあっても前を向いてよしやるぞと思った時が、そこからが口実でありスタートであるということで、この言葉を選ばせてもらいました。まさにですね、この30年度は私の決意の覚悟としてございます。そういった中で、この30年度、取り組んでいく大きな柱としましては、改造橋を、強力に進めてまいりたいと思っております。現在ですね、委員会を30年度の3委員会作っておりますけれども、1つ目の、広報委員会にも会員増強広報委員会、2つ目の広報、委員会は会員増強、交流委員会、そして会員増強研修委員会ということで、それぞれですね、もう会員増強ばっかりこのうちに量が持ってます。素晴らしい。でまずですね、会員増強の交流委員会の、広報委員会におきましては、YG のメリットをしっかりと PR をしていただいて、会員増強に進めていきたいと思っております。また、会員増強の、交流委員会におきましては、まあ、交流委員会はですね、まあ、会員増強自体本当に私人脈がまず大事だと思ってます。といった中で、交流委員会の方は会員のみならず、会員以外の方もですね、異業種交流を積極的に行ってまいりまして、会員増強につなげていきたいなと思っております。そして、会員増強、研修委員会におきましては、まあ地元のですね、若手経営者、また、後継者の方にですね、研鑽の場として、この YG を使っていただいて、支出向上を含め、しっかりと会員増強に進めてまいりたいと思っております。こうしたですね、この3つの委員会がしっかりと、機能することによって、先ほど挙げました会員増強の目的は達成できると私は確信をしております。ありがとうございます。先ほどですね、3名の新しい会員さんのご入会がありました。ようこそ、ありがとうございます。今現在ですね、舞鶴 YG は会員が49名、郵政庫を入れると50名でございます。そうした中で、この平成30年度おきましては60名まで会員を増やし、10名の会員増強を目指してやりきると、私はもう覚悟を決めておりますので、みんなよろしくお願いいたします。さらにはですね、
2年後にですね、まあ、ちょうどオリンピックの年になりますけども、前の第1位の40周年の年になります。そうした中で、まだちょっと私の頭の中だけなんですけども、80年ぐらいにしたいなという思いはおりますが、とりあえずはですね、この1年、30年におきましては、60名の会員にして、しっかりと、皆さんと共にですね、愛を知りたいと思っておりますので、そのためには皆さんの力をいただいて、しっかりとこの番組に、地域や来週の経済、青年経済として歩んでいきたいと思いますので、どうぞ皆さんご協力よろしくお願いします。新年修学会にご出席いただきありがとうございました。